明日で1周年を迎えるそうなんですね。明日で1周年を迎えるダンスユニットワンシーンの皆さん、メンバーは16歳の上野かぐらさん、19歳の橘咲さん、21歳の篠宮りおさんと3人で活躍、そして舞台ナレーター MC モデル、ミュージカルなどなど活躍中ということです。この3名が音楽ユニットとしても
が初ステージだったんですけど、懐かしい、まだ1年前、今年もこの本舞台に立つことができて本当に嬉しいです。はい、私たちはですね、この1年間、福岡だけでなくいろんなところで活動をさせていただきました。これからはですね、もっともっといろんなところに活動しに行って、そして新しいガールズシーンを作っていこうと思っているので、ぜひ皆さん、私たちのことを覚えてもらえるとすごく嬉しいです。はい、橘咲です。私はナレーターとしてもレギュラーで CM をさせていただいています。ぜひテレビで声を探してみてください。咲です。咲はい、学業もモデル活動も共に頑張っていきたいと思っています。16歳目の神楽です。神楽。はい、今日から明日にかけてあるこの博多どんたく港祭り、私たちのパフォーマンスと最高の歌声でもっともっと盛り上げていきたいと思います。篠宮リオです。ありがとうございます。ワンシーンこの3人で2年目も頑張っていきますので、ぜひ皆さんツイッターなどで、マスコミ情報だったりライブ情報だったりチェックしていただいて、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ次の曲でラストになるんですけど、ありがとうございます。みんなありがとうございます。そう、ラストの曲はですね、みんなでタオルを回したいと思っています。皆さんタオル持ってます？タオルありますか？皆さん、でも今日暑いからね、結構タオル持ってるんですよ。出してくださってる方、ない方は拳でも大丈夫です。そう、空のペットボトルでもいいですし、ハンカチでもいいですし、上着でも何でも OK です。まあ、隣の人にぶつかってね、喧嘩にならないようにみんなね、楽しんでもらえたらなと思います。はい、それではもっともっとこの博多どんたくを盛り上げて締めくくりたい。